こんにちは、名古屋家仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは金剛心です。金剛というと金剛力士像しか出てこないです。そうです、まあ、それでおなじみ、はい、金剛力士像の金剛とか、はい、また金剛石という言葉もありまして、あ、はいはい、女性はもらうと嬉しい石なんですけども、はいはい、ダイヤモンドでございます。はい、そうですね、はいはい、まあ、ダイヤモンドの和名が金剛石というふうに言われます、うん、はい、ダイヤモンドのような、まあ、心と、まあ、いうことになるんですが、まあ、ダイヤモンドといったら、まあ、自然界の中では、まあ、最も硬いものの、うん、まあ、代名詞ですね、はい、ですからダイヤモンドをきれいにカットするときには、鉄とか鋼とか、うん、そんなんではカットできないそうですね。はい、ダイヤモンドはダイヤモンドで削るっていうのは、まあ、有名な話ですね、はいはい、あまりにも硬すぎて、まあ、他のものでは削ろうとしたら逆に削られてしまう、はい、壊れてしまうということで、まあ、何があっても変わらない、うん、崩れない、まあ、壊れない、そういうものの代名詞ですね、うん、まあ、ですので、まあ、そうなのかどうかは分かりませんけど、うん、ダイヤモンドでよく永遠の愛をみたいな感じでそっか、それでかな、まあ、分かりませんけども、婚約指輪はこうダイヤモンドみたいなイメージありますよね、はい、ありますけど、まあ、変わらない愛をみたいなことなのかもしれませんね。なるほどね、はい、まあ、分かりませんけど、分かりないですけどね、はいはい、まあ、ですので、この、まあ、金剛心というのはその金剛のような心、ダイヤモンドのような、うん、何があっても、まあ、崩れない、変わらない、うん、こういう心ということになります、はい、ですから雨が降ろうが槍が降ろうが鉄砲が来ようが、うん、まあ、ピストルが来ようが、うん、まあ、何があっても少しも変わらない、微動だにしない、動かない、うん、まあ、こういう心、うん、ということなんですが、はい、まあ、そう聞きますと、まあ、ほとんどの方がそんな何があっても動かない、変わらない、そんな心だなんてあるはずがないと。そうですね、固い意志とか固い決意とかよく私たちも言葉として言いますけど、はい、絶対かって言われるとうんってなりますよね。そうですね、まあ、それぐらいこう私たちの心、気持ちっていうのはやっぱこう変わってしまう、まあまあまあ、そうですね、ものですので、はいはい、特に、まあ、女心と秋の空っていう言葉があるように、それぐらい心は変わりやすいと思われてますよね、普通はね。そうですね、うん、はい、ついこの間まで好きだって言っていたかと思ったらやっぱり嫌いだっていうふうにいつの間にかなっていて、そうかと思ったらいつの間にかまた好きだってなって結婚してると、うんうん、まあ、こういうこともありますからね。そう、その時に一生あなただけしか愛しませんみたいなね、これダメかなまあ変わることもありますよね。そうですね、はいはい、また、まあ、機嫌がさっきまで悪かったかと思ったら急にもケラケラ笑っていると、うん、まあ、子供なんか特に、ね、まあ、そうですね、コロッコロ変わりますからね、はいはい、また先ほども言われてましたけど、固く決意してこれからこういうことをやってきますみたいな強い決意で言っていたのが三日坊主で終わってしまうと、はい、まあ、こういうこともありますね、はい、私は毎年今日こそダイエットしますって言って3日も続かないですけどね、まあ、でもそういうことですよね。そうですね、うん、まあ、それぐらいこう私たちの、まあ、心、気持ち、決意したこと、うん、まあ、意志、まあ、強いようでやっぱりこういつの間にかこの、うん、萎えてしまったり、うん、変わってしまったりと、うん、まあ、こういうことがありますので、うん、まあ、それで私たちの心っていうのは、まあ、コロコロ変わるから、うん、まあ、コロコロ変わるので、そのコロコロのロの字を取って心と、まあ、言われるようになったとも言われるぐらいですね。それぐらいやっぱりこう、まあ、コロ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 、まあ、変わってしまう、まあ、自分でも変わらないようにしたいと思いながらも、そうそう、変わってしまう、はい、まあ、こういうのが私たちの心、気持ちですね、うん、まあ、仕事でなんかでもまあ、そういう自信満々で、うん、よしこれで大丈夫だと、まあ、こう思って、行ったはずが、まあ、上司とか周りの同僚から、うん、ああじゃないかこうじゃないかとかこう言われたりするともう動揺してしまって、うん、いやこれダメだったかなとすっかり自信を失ってしまう、はい、まあ、こういうこともあるかもしれません、はい、まあ、そのように、うん、まあ、私たちの心や気持ちっていうのは、まあ、変わらずにあってほしいですけれども、はい、うん、まあ、ちょっとしたことで気持ちが萎えてしまったり変わってしまったり、うんうん、やっぱり考えが変わったと、うん、まあ、こういうことがありますので、うん、また本番に臨むにあたって
すごく緊張してしまったり失敗したらどうしようとこう不安になってしまって、うん、なかなか普段の力が発揮できないと、うん、まあ、こういうこともありますので、そういう方からすれば、まあ、全くこの動じない不動の心に、まあ、なったら、まあ、すごいことではあるんですけれども、うん、はい、まあ、この金剛心と言われていますのは、それ全くこの気持ちや私たちの感情が動かなくなる、動揺しなくなるということでは ないんですね。あ、違うんだ、はい、そんなにがあっても決めたことは貫く固い意志というか心だと思ってたんですけど、はい、違うんですね。そうですね。そうなったらある意味すごいことではあるんですけど、すごすぎるなと思って、はい、まあ、逆にその全くその動揺しないとか不安に思わないとか、うん、気持ちが変わらないっていうのは、うん、ある意味それ感情が動かない、気持ちが動かないロボットみたいなことに、あ、まあ確かにね、はい、人っぽくないですよね。そうですね。そういうことではなく、この金剛心と言われて変わらない心と言いますのは、この仏教に教えられているこの本当の幸せ、人間に生まれてよかったという喜び満足の身にひとたびなりますと、その喜び満足というのは何があっても変わらない、崩れない、微動だにもしない、それであの金剛心と言われているんですね。なるほど。あくまで変わらない心と言われているこの心というのは、うん、その人間に生まれてよかったなというこういう喜び満足、その気持ち心が少しも変わらないと、こういう意味で、ですからあの金剛心を得ましても、うん、感情や気持ちっていうのは、そのこれしようと思ってたことが続かなかったりとか、あの動揺してしまって不安に思ってしまって本番前に緊張してしまって頭が真っ白になるとか、うん、まあ、こういうことはあの人間ですから、うん、金剛心を得てもあのそういうことはあります。そりゃそうですね、はいはい、ですから何が変わらないのかという点においてあの、はい、まあ、間違えないようにしていただけたらなと思います。かしこまりました。いくらこう心という字がついててもそういう意味じゃないよっていうことですよね、はい、その時に人間の場合でまた幸せを感じるっていうのは何があっても変わらないよっていうことの意味の、これ絶対変わらんよっていう意味の金剛心っていうことですね。はい、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、今日もありがとうございました。